はい、マルコさんです。はい、乳製品に囲まれたマルコさんです。乳製品って言ってもヨーグルトと牛乳だけなんですけどね。マルコさんね、ヨーグルトすごい好きなんですよね。マルコね、ヨーグルトあげようとするとね、何でも言うこと聞くんですよ。最近調子に乗ってきてね、俺に吠えたりする時がたまに。マルやめてね、マル舐めないでよね。マルコダメだよ。はい、マルコさんと今朝の散歩行って、帰りにヨーグルトと牛乳を買ってきました。はい、マルコさん牛乳も好きです。おー、マル倒れそうだよ。はい、僕は、いや、マルやめろ、マルコ飲む牛乳だからいいけど。はい、マルコさんは低脂肪牛乳です。マルさん最近デブになってきたからね。マル、おティ、はい、おティね、おティだね。はい、僕は低脂肪乳牛は飲まないですね。あの、体に悪いんでね。普通の、あの、低温殺菌しか僕は飲まないです。はい。マルさん、マルさん、マルさん興奮したんか、俺の手舐めて。マル、落ち着いて。おて、ウェイ。おて、ウェイ。舐めないな、マル。さっき勝手に舐めたくせに。マルコ、おい。じゃあ、マル、散歩も行ってきたし、ご飯食べて。デザートにマルの好きなちょっと牛乳で薄めたヨーグルト食べよっか。マル、マル、ほんとね、マルね、ほんとちょっと最近デブってきたんですよ。これ相当マニアの人じゃないと分かんないと思いますけど、マル、お腹とか、お腹というか背中がタップンタップンするんですね。犬っていうかマル、柴犬は。マル、デブになったら本当にね、マル、マル、やめてくれる、舐めんの。俺の手にして、容器でも舐めないで。マル、マル、洗わないといけないじゃん。はい、俺の手舐めていいからさ。マルコね、最近ほんとデブになったんだよ。ほんとね、ちょっと1ヶ月前ぐらいのこの動画と写真ね、いないと思いますけど、マルコマニアの人いたらちょっと比べてください。マルさん、もうすっげえね、背中が脂肪ついたんですよ。マル、お前デブになったんよ、知ってた？マル、まだデブったよ。まあ、そんな驚かなくていいでしょ。自分でわかんない。ね。体が重いとか、階段がきついとか、うん？まる、疲れやすくなったとか、息が切れるようになったとか、まる。あ、その顔はちょっと思い当たる節があるんだろ、まる。見て見ぬふりしようとして。そうやって人はデブってくんだよ、まる。そうやってまるもデブってくんだよ。はい、まる。わかったわかったわかった。はい、俺の手舐めて落ち着け。はいはいはい、犬がストレスがあるとね、なんか自分の体舐めたりなんかするって言いますけど。マル、デブになったってショックだったか、キョトン顔して。ということで、デブになったマルコさんと散歩行ってきて、買い物してきたよっていう、相変わらず意味のない動画でした。